こんにちは、武者リサーチです。今日のテーマはサプライチェーンの混乱とインフレ展望になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨年コロナパンデミックが起きて需要不足による大不況が心配されましたが、それは政策によって回避されました。今、供給制約が大きく高まり、サプライチェーンの寸断による半導体不足、自動車生産の落ち込み、資源不足による天然ガスや原油価格の高騰など深刻になってきていますね。本当にそうですね。1年前はコロナが起きることによって需要が大きく落ち込んで大不況になるかもしれないという恐怖が最大のですね人々の関心事だったですよね。はい、ところがここ1年余り各国政府のですね非常に過端な財政と金融緩和による需要政策によってですね需要不足はもう大きく軽減されたわけですよね。しかしそれとは逆に今我々の前に起こっているのは需要ではなくて供給面での混乱ですね。その供給面での混乱が、経済の成長の制約要因になっているということがすでに起こっています。例えば一昨日発表されましたアメリカの GDP 統計ですけれども、第3四半期は四半期ベースで前期比年率 2.0% なんですね。その前の、四半期の伸び率が 6.7%、 そしてその前のが 6.3% ということですから、6% 台の成長から 2% へと急ブレーキがかかったわけです。こちらにありますように、そのように急ブレーキがかかってもなおアメリカの経済はコロナパンデミックの水準をもう2% くらい上回っているんですけれども、それにしてもかなり急速に減速していると。なぜ減速しているのかということの最大の理由は、おそらく需要不足ということではなくて、供給面でのいろいろなボトルネックが発生して、需要があるのに供給が伴わないために、実際に生産だとか経済活動が十分に成長することができないということが起こっているというのが現在の情勢だと思いますね。金融市場の方は平成で、米国株は最高値更新中ですね。そうですね。このように供給面での制約から一時的に経済が減速しているということは、すでにマーケットでは織り込み済みだと思います。しかし重要なことは、おそらくマーケットは今の需要政策を支えている非常にフレンドリーな財政拡大、特に金融緩和、これが続くというように確信をしているんだろうと思うんですね。第一次石油ショック、第二次石油ショックの時に、我々が学んだ大きな教訓は、供給サイドでインフレが起きた場合には金融引き締めをしちゃいけないということなんですね。第一次、第二次石油ショックの時には、石油ショックという供給面での制約から、価格が大きく上昇したわけですね。そのような供給面での問題に対して金融引き締めで対応したために需要が落ち込んだので、需要と供給の両方からのですね抑制が働いて非常に深刻な不況になりました。そのような教訓から、アメリカの中央銀行は、このようなサプライサイドの制約があるときには、たとえ物価が上がってもフレンドリーな金融政策を維持するべきだというスタンスをキープしていると思うんですね。で、市場はそれを信頼していると思います。したがってもちろん緩やかなインフレは起こるでしょうし、それに伴って金利も上がるでしょうけども、だからといって株価が急落をするようなですね金融混乱には至らないというのが現在の情勢だと思いますね。今至るところでサプライチェーンの寸断、供給面で混乱が起きていますね。そうですね。今非常にですねさまざまなところでさまざまな産業で供給制約が起きています。したがって一体何なんだろうというふうにいぶかしく思われる方が多いと思いますね。しかしよく考えてみれば、その原因は極めて多様でですね、一刀両断、一つのですね論理で片付けるわけにはいかないと思うんですね。したがって一つ一つきめ細かに見ていく必要があると思いますけれども、まず半導体不足ですね。これはもう1年ほど前からかなり、顕在化したもので、おそらく来年になるまで半導体供給不足は止まらないだろうと思われています。で、なぜ半導体の供給が不足しているのかということですね。これはコロナと直接関係があるかどうかは微妙な原因だと思いますね。一つはですね、やはり2017年大変な半導体投資ブームが起きた。その反動で2018年から2019年にかけて、ちょっとした半導体の価格下落と半導体不況がやってきました。このような半導体不況の局面で投資が大きく抑制されたということがですね、今の半導体不足の原因にあると思いますね。それからもう一つの原因は、急速に電気自動車化が進む。つまり半導体のですね、需要分野が広がって、半導体のさまざまな多様なニーズが高まるのに、供給がついていけないということもありました。それからですね、おそらくですけれども、これは誰もがはっきり証拠はないんですけれども、多分米中対決の中で、アメリカが中国のアキレス腱は半導体であるということで、半導体の中国に対する供給を大きく絞り始めてますよね。そういうことで中国はですね、産業の米である半導体が調達できなくなったら経済は破綻するということで、非常に積極的にさまざまな形で半導体関連の物資を積み上げてるんですね。で、不足しそうな半導体を前もって大量に調達しているということが、どうも今の半導体不足の背景にはありそうですね。アメリカの商務省長官は、この半導体不足、原因がどこにあるか半導体メーカーにその中身を教えてほしいということで、アメリカのインテルだとかですね、あるいは AMD だとかというアメリカの企業とともに、例えば台湾企業の TSMC に対してなどもですね、一体どこに半導体を供給しているんだという企業の秘密とも思われる販売情報をですね、当局に教えるように求めました。TSMC はそれは企業情報秘密だということで拒否したんですけれども、アメリカの商務省がそういうことを求めている裏にはですね、どうもアンダーテーブルでですね、半導体が中国に流れて、それが世界の半導体の需給の逼迫を招いているんではないかという疑いがあると思いますね。で、ここにありますのは半導体そのものではないんですが、半導体製造装置の地域別出荷額なんですけれども、ここに来てですね、中国向けの出荷がものすごく大きいんですね。例えば今年の第2四半期の地域別の出荷のうち、中国向けなんと前年比 79% です。全体でも 48% と高い伸びなんですけれども、特に対中が大きく伸びているということは、中国が米中摩擦、米中対決という局面で、いつ半導体の関連のさまざまな機械だとか半導体そのものの供給遮断されるか分かんないと、今のうちに積み上げようという、そういう動きがですね、半導体の過度な需給逼迫を招いているという可能性は、これは証拠がないんですけれども、かなり蓋然性のある、原因ではないかと思うんですね。それからあと一つですね、やっぱりこのところ特に深刻になっているのは自動車ですよね。日本もアメリカも10月の自動車生産は、前年比半減というほどの極端な減産を強いられ、その結果在庫がないので需要があっても車が売れないというようなことがもう起こってますね。これもかなり奇妙なことです。しかしその原因として指摘されている一つはですね、やはり半導体が足りないと。だから自動車が作れないということ。で、その半導体が足りないということの原因は先ほど言いましたね。それからもう一つですね、どうもその各社のですね、自動車部品をかなりコストの安い ASEAN 地域に、展開をしているわけですね。例えばマレーシアとかベトナムとかタイなどで部品を作ってます。ところが、今回コロナパンデミックがこのような ASEAN 諸国に蔓延してですね、ASEAN 諸国の経済活動がかなり停滞しているんですね。ここにありますのが ASEAN 諸国の PMI ですけれども、ベトナムなどは8月9月とですね、大幅に生産活動落ち込んでますし、マレーシアだとかタイもですね、低迷しています。このように、グローバルなサプライチェーンでですね、世界的に生産拠点をばらまいた結果、どっか一箇所でですね、いろんな問題が起こると、それが直ちに全体の生産に結びつくというようなことがですね、起こっている。これが自動車で起こっていることですよね。それからもう一つの問題は、アメリカそしてイギリスでですね、輸送のサプライチェーンが寸断されて物事が消費者に届かなくなっているということですよね。アメリカではロサンゼルスのですね港に何十隻というコンテナ船が滞留していてですね、港に入れないということが起こっています。その原因はその先にコンテナを運ぼうにもずっとですね渋滞してですね先に進めないからなんですよね。でなんでこんなことが起こっているのかということなんですけれども、最大の理由はですねどうもトラックのですね運転手不足にあるようなんですね。今やコンテナの、輸送というのは世界の貿易の一番主要なチャンネルなんですけれども、どういう形かというと、主に中国で作られた商品はコンテナに積まれます。そのコンテナはまず船に積まれて各国の港に行くと。そして港からは今度は、列車に乗せられてですね貨車の上でずっとこう各、その国の地域に運ばれる。そして末端ではその降ろされたコンテナが今度は、トレーラーとなってですね、ドライバーによって需要地に運ばれるという、こういうですねインターモダルというですね輸送システムがもう一般化しているわけですよね。こういうことなので最後のですねトラック運転手がいなくなるとその先に物が動かなくなるわけです。でトラック運転手がかなり不足しているというのがですねこちらのグラフなんですね。この赤い線はアメリカのトラックアソシエーションというところが発表しているトラックのですね輸送トン数の数字なんですけれども、このようにコロナで大きく落ち込んだ後あまり回復してないんですよね。なぜかというとやはりトラックの運転手をかなりダイナミックにリストラしたからだと思いますね。しかし他方でこの緑の線青い線はですね先ほどのレールでコンテナを運ぶインターモーダルのですね、レールトラフィックなんですね。これはもう回復していると。つまりその貨車に乗せてですね、需要地の近くまでコンテナは運ぶんですけどその先に行けなくてその貨車の基地の近くにですねたくさんのコンテナが山積みされているというようなことが起こっているんですね。こういうことが起こりますと結局コンテナがですね、循環しないということが起こるわけですね。どういうことかというと例えば、中国からアメリカに物を積んでコンテナが運ばれそしてアメリカから中国に、空のコンテナが運ばれてそこでコンテナが巡回するわけですけれども、このアメリカから中国へのですねコンテナの環流というのがうまくいかなくなってしまった。ここにありますこの青い線はアメリカからのコンテナのですねアウトバウンドつまり搬出とそれから搬入との差額を示したものなんですけれども、このようにコンテナはどんどん入ってくる。しかし搬出されないことによってアメリカの国内ではコンテナがたまり一方で輸出する中国ではコンテナ不足ということが起こる。こういうことによってですね、サプライチェーンに非常に大きな混乱が起こっているんですね。似たようなことはイギリスでもトラックの運転手が不足しているというようなことで起こってますよね。このようにこう考えますとですねこの問題というのは、コロナというよりはコロナをきっかけにしてかなり大胆にリストラをしてしまったためにですね輸送チャンネルを担う、スキルフルレーバーといいますかね、労働者が不足してしまってそれが今のサプライチェーンの混乱を引き起こしているというようなことがあると思います。港に船が入れないということは船はですね、なかなか回転しなくなるわけですね。したがってやはり船舶も必要になってきます。ということは海運市況が大きく上昇するということも起こりますね。船も足りなくなります。このようにですね、このコンテナを通して伺われることは、かなりコロナが原因とは起こったけれどもですね非常にこのタイトに結びついているある意味では看板方式のようにですね需要と供給地がタイトに結びついたこのチャンネルがちょっと何かがあるとですね目詰まりを起こすということだと思うんですね。はい、それからもう一つのですね、このサプライチェーンの問題、これは後で詳しくご説明をしますけれども、これはですね、やはりエネルギーだと思うんですよね。ここに来て天然ガスの市況が急騰する、原油価格が1バレル80ドルまで上昇するというようなことが起こっています。このようにですね、エネルギーにおける供給不足ということも、今のサプライチェーンの混乱の背景にありますけれども、この点についてはですね、ちょっと、コロナとは違う原因が背後にあるということを申し上げたいと思います。